私、バイオサイエンスデータベースセンターの箕輪と申します。生命科学のデータベース活用法2020へようこそおいでいただきました。まず私の方から少し趣旨説明などをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずバイオサイエンスデータベースセンターについてちょっとご紹介をしておきたいと思いますが、JST の中の一つのセンターでして、生命科学分野のデータベースを使いやすくするというミッションのもとにいくつかの活動をしております。で、今日ご紹介するのはですね、主にこのファンディングプログラムというところにあります分野ごとにデータの統合を進めていただいている、各機関の先生から各機関で構築していただいているデータベースについてのご説明をいただくというものになります。で、ファンディングプログラムについてはいつもでしたらパンフレットをお配りしてご覧くださいというふうにご紹介するんですけれども、一応こんな形でご紹介をしています。で、この中の先生方にご紹介をいただくんですけれども、パンフレットについてはもしこのちょっと字細かくて見ないと思うので、もしご覧になりたい方がおいででしたらは、NBDC のトップ、バイオサイエンスデータベースセンターのトップから NBDC について広報活動というところをちょっとたどっていただけますと、PDF も置いてありますので、ぜひご参照ください。で、本日は、ご紹介するデータベースとしましては、ここにある7つの課題について、ご紹介いただくことになっております。